全然難しいですね。いや、まだまだ序の口です。序の口。もう全然、全然わからない。じゃあ早速3レースを、はい、3レース。考えていきます。はい。じゃあ、2つは真剣に考えて、1個はくじ引きしようか。くじ引き？くじ引き？ちょっと真剣に考えます。1、3、6。待って。ひらちゃん、押してみて。3、3回。1、1、3、5。もう1個。2、5、6。どんなか？1、4、3。一個真剣に考えようか。3、マジで取る。やば、7万やん。どこあれ？そんなどこですか？足屋7万。4、5、3。すげえ。3連単の7万。すごい。穴狙いでいくとなるんですよね。当たりました。当たりました。はい。まあ、外れましたね。もう本当に意味わからなくて。当たらんとなりますよね。本当に意味わからん。で、りょうさんが、はい、2-4の2連符が当たりました。これはあのモーターとか選手とか見て当たりました。すげえ。じゃあ次が最後、次が最後4レース、これも頑張っていきます。当てていきましょう。想像しよう、走る姿を想像する。4はちょっと見えた。見えた。花狙いで赤来たら次何で来るかな。可愛い、そうやな。青。はい、これが第4レース、今日の最後です。ちょっと最後、残金がっつり2人ともかけたんで、まあ、3頭で来てほしいなという願いです。3号艇が A1 の選手で A1、そう、人気が高いんですよね。強いらしいです。3頭ばっかり、okay、3個に勝ったらもうやばい、ほんまにやばい。飛び込まないかな。じゃあもう始まります。はい、見事に外れました。4レース、そう、3頭で最後に5、6に多分超大穴狙ってくる、まさか転覆っていうのは。まあまあ、ある意味ついとんかどうかわからんなんですけど、キッチが逃げちゃいました ね、 ね。すごいなんか勝負師だなって思いました。でもこんな機会がなかったら多分もっとせんかったな多分。ああ、そうなんですね。なんでいい機会になりました。楽しかったですか？はい。あ、よかったです。じゃあまた一緒に来ていただけたら。まさかのうちの2人が当たってる。そうそうそう。こっちより才能がだいぶあるっていう。くそ。じゃあまた今度はもうしっかり勉強して、はい、勝ちに行きましょう。はい、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。じゃあね。
はい、じゃあまた何かねコラボしたいと思うんですけど、はい、何をしますか。私あの道の駅を回って、うん、で、うん、そうそう四国89カ所で香川にもいくつかあるんですけど、うん、そうそうだから一緒にいくつか回っていただけたらなと思うんですよ。はい、そうあの道の駅にそれぞれ特徴があって、であのそこの限定のスイーツとかお土産とかあるんで、はい、ぜひぜひ一緒に回っていただけたら、はい、やった嬉しいです。なんかありますか？うん、なんかやっぱ戦う芸が好きなんで、うんうん、サバゲーとかも楽しそうな。おー、いいですね。やってみたいんですけど、やる機会とかってか、まあ、そもそもその銃持ってないんで。確かに。なんかちょっと探しておきましょうか。そうですね、はい、ね、じゃあまたお願いします。はい、ありがとうございます。